京都東本願寺近くの富山県爪所堂、爪所飛だ詰所とは一時的に宿泊したり、仮眠したり、待機する施設のこと、端書とも言う、江戸時代、江戸城における公式行事等の際に、大名等が価格に応じて定められた待機場所については、試行席を参照。大きな寺社の門前町には、各地方の爪所があり、 その地方から参拝に来る人に低料金の宿泊施設を提供していた。また、奈良県天理市の天理教協会本部周辺には、全国の天理教大教会の信者詰め所が多数存在する。こちらは主に、教会本部での祭事の際の信者宿泊と、天理教収容家に通う収容家生の寄宿に充てられている。鉄道、バストラック、タクシーなど、交通機関の乗務員。 建設現場の作業員休憩所、あるいは消防団の団員のような非連続勤務の業態のための待機所の通称名として使われる。工場の出入口等を警備したり、カメラによる監視作業をしたりする警備員の出務場所、仮眠場所や交代要員の待機場所を兼ねていることもある。京都東本願寺周辺には、富山県、詰所、詰所飛田、 南詰書、東野材詰書、イカ詰書などがある。これは、東本願寺の創建以来、度重なる火災によって被災したことと関係している。その度に、各地の門神都が本山に集まり、伽藍の再建に尽力した。その際の拠点が、各地の門神都によって作られた詰書であった。詰書関係の文書では、文政年間のものが伝わっている。それによると、 当時は63件の詰書所が東本願寺の門前に存在したということがわかる。詰書所の件数は昭和の初めに40件、1969年段階では22件に減少した。すでに経営の形態も雑多となっており、当初の林番制の門心と直接経営だけではなくなっていたが、各詰書所では伝統的な10日、高、25日後の行事が執行されていた。 平成の世では、その地方在住者に限らず、外国人も含め誰もが気軽に泊まれる宿泊施設となっている。爪書は別名で、お小屋とも呼ばれていた。これは、爪書に滞在していた、門神徒が東本願寺に参拝したり、法話を聞いたり、教本を読んだりする日を月ごとに定めていて、それを15日港、20日港と呼んでいた。その港に集まる人たちが、 宿泊するのに便利なよう、出資し合って建てたのが、詰め所であった。そのため、おこうや、なまって、おこやと呼ぶようになったのである。1969年当時、滋賀県、岐阜県、愛知県、石川県、富山県、新潟県の詰め所が残っていたが、すでに減少傾向にあった。ありがとうございます。